んおはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。不安だよ。さあ、再び舞い戻ってきましたスカイロフト。そうすると目の前にはいきなり黒目の少年が。なんだこいつ世界が違うぞ。こっちが掴んでいたのに、謎のグルグルパンチによってこっちの方が傷を負っているのですが訴訟。お前も謎ライダーキックあるから一緒。確かに。っていうか本当バカに並ぶフォア。おお。な、ナイス判断です。やかーん。頭突きから入るよ。危ねえ。着地に PK サンダー合わせるの心臓に悪いのでやめてください。いつもの上様コンボ。気持ち若干入るダメージ帯が分かってきましたよ、ブゼヘ。残念、クローショットは返されなかった。しかも反射はわけがわかりません。試合変わらずこんな言い方するな。危ない。崖のファイヤーは怖い。マジかよ。相打ち。殺意満点の横スマですが、あのグルグルパンチに阻まれ、やかーん。結構耐えれたね。崖近くじゃなかった。無念です。まんまと釣られて回避を読まれていく。背面に飛ばされてるんでワイヤーも使えないんですよね。くらえ。いい突き刺し。下から思いっきり突き通すのが気持ちいいんですわ。こっち、よっしゃー。おーよく拾ったね。残念ですね、この上スマめちゃくちゃ範囲が広いんです。おまけに3回来るから対空にはものすごく強い。今危なかったな。一瞬ルーペになった時は落ちたと思ったよ。崖奪いは相変わらずガバガバだな、この英傑。よし。いつもの。やっぱこのダメージで上スマは当たらない気はしてたんですよね。あかん。こっから投げて。前投げなんです。おーおー。なんだこのネス、うますぎか。前投げからアース投げたのはすごい。ネス使いの皆さん、こういう戦法ありますよ。どうですかね。何様のつもりかな。披露された戦法をあたかも私が紹介するような形をとって自分の手柄に転じていくスタイル。そういうの嫌いじゃないよ。へへへ。嘘だよ。はい、ゆいだ。危ねえ危ねえ危ねえ。また尻尾から爪につなげられるところだったよ。あれはいろいろとおかしい。爪上がりより、うん、まあいい感じですね。復帰阻止。まだ。はい、何かしたいのかな。本来もっと戦法練らないといけないのですが、ここ怠けているのが現実です。君怠けてる余裕あるの。言わないでください、結構刺さります。その言葉、はい、安定の下投げ回避より上スマ、それしかやらないやつ。何を、年数の回避性能があれば脳死で回避してくれるに決まってるでしょうが。ひどい言い草。あう、やかーん。おー、ナイス回避。ここ一瞬でも反応遅れたら人か怖すぎるんですが、それやったぜ。あの剣ブンブンとか素人かな。何を言うのですか。確かにめちゃくちゃ大振りでしたが、れっとし、危ねえ。セーフ。カスあたりでまだ助かりました。はい、まあこんなものでしょう。爆弾設置。まあまあまあ、掴みに繋がったし、オッケー。はい、上スマ入りまーす。あんだけ回避上がり誘えたのに謎キックはなんでと思ったけど、まあ結果掴みに繋がっていいダメージです。は、おお。は、いや待てよ。は、切れてるの。切れてねえよ、嘘です、切れそう。いや、なんであのクエム電撃からの上スマでバーストするんだよ。おかしいだろ。立ち回りからバーストまでなんでもござれ。やったぜ、リンクさん怒りの横スマ。言うならその横スマも大概だと思うけど。まあ強いのは事実ですが、あの電撃と並べるのは誇張なしに違う。っていうか、あのコンボあまり効かないけど実際どうなの。知らない。あ、珍しい。ワンコー。そういう珍しいキャラ来るとワクワクしますよね。ぐらえ。ノッポの首筋に矢がヒット。あのノッポ首に矢尻が当たってもピンピンしてやがる。はい、いつもの上スマループ入りまーす。まだまだ、やう。おー、今のつかめるんだ。ほれー、やったぜ。このキックはカンカンを捌くのにも便利です。くらえ。おー、なんかすごいボコボコ。またにうなり悪くなり、犬撫での時間がやってきたようです。あ、ちゃんと見ないと。確かにちょっと雰囲気で剣を振り回しすぎでしたね、反省です。あう。だが忘れた頃に上から降ってくる爆弾くん、ナイスです。こういう時結構気持ちまいるよね。その通り、ただのダメージだけでなく精神的、ダメージも負わせることができます。危ない。いい姿勢だよ。よし。でおう。当てた本人が驚いてる。いや、今の普通に届いてなかったでしょ。カンカンをまとめて切ったせいかどうか。犬が攻撃上がりしてたからちょっと伸びたんじゃないの。あ、それはありそう。痛い。痛い痛い痛い。けどもともとあまりダメージ溜まってなかったね。確かに、よーし。復帰阻止。くらえ。惜しい？今のは結構惜しかったと思っています。っていうか、お犬様ただでサイバースト難民になりやすいのに、公安ストック差が開くとかなりきつい状況ですよね。一定。気づいたら重傷にすぐなってそうだけど。それは確かにあります。それ今振る場面じゃないでしょ。確かに。そしてそのカンカンはキックで投げ払います。地味にダメージあるねこれ。それ普通に美味しい。ここはワイヤーで。くらえ。おう、地上に。そしてその回避は見えているんですわ。一発でバーストも見えてきたね。悪くない、ホカホカでゴリ押し。ナイス回避。けど反撃はされなかった。これは爆弾くんだ。おー、いっそう。そうでした、スマッシュの威力自体は決して低くない。中央付近だったのが、幸いでしたね。いや、その影響当たってくれ、マジで。
姿勢低かったのが結構生きるねこれ。リンクさん特に低姿勢キャラに苦戦するイメージないのですが、暗くなってきました。アブダース爆弾来たよ。危ねえ、これは上から復帰セーフだ。助かった。ドテッパラ剥き出しでしたからね。ヒヤヒヤものでしたよ。うどわおー余裕で。ほかほかしたスマ余裕でバーストです。普通に強くない？本的な威力自体は強いですよ。発生もその割に早いですし。さあ来ましたね本番。よしだ。なんか今回暴れが強いキャラが多いですね。危ねえ。卵飛んでくるよ。おーやりますねこの恐竜。ごはー、マジかよ。ダメージ溜まってないと下投げから割り込まれるのね。ちょいちょい事実が発覚していく。まあ、今掴めば上手ぐらい通るでしょうが。まずい。ちょいちょい殴られそう。完全なインファイトだと向こうの方が得意ですので、やっぱり剣判定のリーチをゴリ押していきたいですよね。まあリンク他の剣キャラよりは長くないイメージだけど。まずい。メテオクル流れでした今の。はい、おいしい。結構巻き込む。いいコートは痛い痛い。まだ来るよ。今の一連結構痛い。卵吐きながら突っ込むのが強いのか。まあ完全に読めれば卵ごと破壊してもいいんですけどね。マスターソードで弾幕合戦。割と激しいです。ですがちょっと流れが危うい。結構押されてるよ。とりあえずあのハンマーヘッドを警戒。でたたたたたた。28ダメージ。痛すぎて笑えん。もうこのダメージだと崖際でクエム食らうだけ。まずい。頭が飛んでくる。ここは避けます。残念だったな。空中ジャンプは残しているのです。いい判断だよ。えっへん。マブタオ残念。まだ横スマぶっ飛ばす時期ではなかったですね。あれ、いやこれはかえって合う。あぶね。ダメージ溜まると卵から追撃決まるもんね。そうです。飼育の針も高ダメージからなら長距が決まるようになる感じだと思います多分。ってマジかよ。なんさっきからずっとうろうろしてたの。ずっとキャッチ狩り狙ってたんですが、うまいことクーダペロンされちゃいました。あうっす。卵ばらまくから下から攻めれそうな。やったぜ。中ダメージから余裕でバーストするほかほか横スマ神。いい感じです。討伐しよ討伐。いいですね。このように翻弄できるとオシャレ感がまたすんごい。一点こっちが押してきたね。ほかほかで。おらー耐えろ。耐えた。爆弾を取り出し。ヘッド。これは避けて。ああ。ただこっから帰ってくるんですよね。お。これぞ相手自爆するエイキャス。生きながらいましたがまたまずいですよこれ。キックは。あ、残念でしたー。あれだそれ。やったぜ。その復帰阻止カウンターが強いんですよ。地味に爆弾でまだ生き残れるんだね。その通り。ただこれがバースト手段の一つになってるのはちょっと個人的にどうなのかとは思ってるんですけどね。な、おう出たよさっきの。とうとう現れたな。私の顔に泥を塗った先輩。ちょっと何言ってるのかな。ここ周辺でスカイロットの裏に晴らしてやろう。この前と同じ人。いや全然違う人です。なんだめちゃくちゃ痛い。やっぱ PK ファイヤー強いね。単発ダメージでも十分な威力あるので、それらとつなげられるとなかなかにえぐいダメージになります。はい、回避を読んでいくんですわ。いい拾い。はい、もう一回。そっちも一気に 52% 稼いでるよね。こっちはあくまで読み合いを制していってるだけなのでセーフ。あぶねえ。さっきいい感じに爆弾を利用されたのが少し悔しいですが、いい2連。2回振るの強いよねそれ。よっしゃー。これ爆弾のヒット。これはさすがに無理しすぎましたね。やったぜ。パンチを強引に無効化していくスタイル。剣を振ってる時のリンクさんは体幹も異常に強くなりますから、これは勝ちパターン入ったような気がします。もうボコボコになってるもんね。安易な後隙に刺さる下スマ、きっちり当てますよこれを。素直な速い技あるといざ便利だね。上強して3連切り入りまーす。これ、残念。あともう1セットできたのに。だいぶメンタルきつくなりそう。あぶね。今の掴み避けれたのは意外でした。ハエマが入りまーす。いいダメージ。ここダメージ帯によって若干移動できたり、細かいさじ加減があるので重要ですね。いつものいいペイント。せーアーク前でよかったんじゃんそれ。確かにそれは思いました。もう一回くらえ。よかったねそれできて。イエーイ。爆弾からの連携メテオがものすんごくおシャンティーなんですわ。それじゃあ最後気持ちよく終わったところで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。けど本当はもっとあの爆弾だけじゃなくて実用的な復帰阻止いろいろあるんですけどね。よくあるよね、だけ上がらせないやつ。あれものすんごくやりたいなー。